富つけた。嫌がったな、こんにゃろ。よし、さっさと片付けちゃおう。僕の力を返せ、バルバモン。見逃してやったというのに、わざわざやられに来るとは。お前たちから奪った力で、わしは大大大魔王となり、この世界を征服するのだ。ところでどうじゃ、もしもわしの配下になるなら、世界の4分の1を。付きあり。とは？触れてやる。人は、ああもう入り口にしてくれるわ。
しの力が、わしの力が。うわー、逃げ。わしの力が。いや、ふみー。その力は、あたしとブイブイの血と汗と涙の結晶なんだからね。ヘイ、ブイブイ。ユー、やっちゃいな。オーライ。力は返してもらうよ。ドラモンは僕なんだ。へへ、びっくりした。ブイブイ、行くよ。とどめの一撃。オーケー、リナ。シャイニングブイフォース。リナ、デタラメすぎるよそれ。リナ、いい加減に技の名前くらい覚えてよ。毎回適当すぎるよ。そう？まあいいじゃん、勝ったし。お、覚えておれ。わしは何度でも蘇るぞ。な。君は本当に軽いな。それで君は僕に何の用だったの？そっか、君の世界が大変なことに。分かった。リナ、僕は。うん、分かってる。行ってらっしゃい、ブイブイ。私はいつだってブイブイのことを応援してる。たとえそれが遠く離れた世界だったとしても。ディナ、もう早く行っちゃいなよ。涙なんて私たちらしくないじゃん。目的は果たしたので、それじゃ入り口を開くわ。戻ってきなさい。ディナ、僕絶対帰ってくる。帰ってくるから。ブイブイ、必ずまた会おうね。ディナ、ディナ。おかえりなさい。これであなたはスレイプモンに対抗する力を得た。篠宮リナに感謝しないとね。うむ、あの美少女に感謝しなければ。お礼として全財産を貢がなければ。あれ、なぜだかおぜんざいが食べたい。おあんみつも食べたい。じるじる。リナ、来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは、僕の涙は台無しだよ。ブイブイ行くところ私あり。てかパラレル上等、面白そうじゃん。はあ、本当に無茶したわね。生身の体で時空の裂け目に飛び込むなんて。あり？問題あり？問題かどうかはあなたの受け取り方次第ね。次元時空は生身の肉体では超えられないのがルールよ。だからあなたは今、肉体から無理やり分離されて電脳体として存在しているわ。
かってないだろうから言っておくけど、電脳体っていうのは僕たちデジモンみたいなデジタルな存在ってことだよ。え、そうなの？私デジモンになっちゃった？っていうか私の可愛いボディは？残念ながらあなたの体は無事よ。あっちの世界にとどまっているわ。戻る気になったら私に言いなさい。送ってあげる。そうなんだ、ならよかった。うん、でも残念ながらって言わなかった？言ったかしら、覚えてないわ。でも平行世界に私は言ったかもしれん。私が残念ながらと言った世界と言わなかった世界、言ったかもしれないけれど言わなかったような世界、無数に分岐する世界で無数に私が存在しているの。おおっていうかアリ？ミレイじゃん。ここパラレルなワールド、ユーホワイ。二人は知り合いなのかって？そうね、ちょっとした知り合い。別の世界だね。とにかく次元時空の移動にはかなりのリスクがあるわ。旅行気分でその断りを乱してはいけない。できるだけおとなしくしていなさい。言っても無駄だと思うけれど。リナにおとなしくしろだなんて確かに無駄かもね。じっとしていられるのは3秒が限界だし。けどやっぱりリナがいてくれると調子いいや僕。さあその暴れ者を止めに行こう。スピード勝負なら僕は誰にも負けやしないさ。